こんにちは、しんのじチャンネル、しんです。七尾湾がね、日に当たって綺麗ですね。冬のね、この冷たい空気の元走るっていうのもね、まあ、気が引き締まって、とても気持ちがいい、まあ、そんな感じです。まあ、これからの七尾市の和倉温泉、元湯の方に行ってみようかなということなんですけれども、このように、まあ、今はね1月入ったばかりではあるんですけれども、雪の方は全く年末と年始にかけて、年始か2日3日ぐらいにかけてね、雨が降りまして、気温もその時は8度ぐらいまで上がったのかな。まあ、それで雨ですので、まあ、積もっていました雪なんかもね、こうやって全てもうなくなっちゃってるというそんな感じです。まあ、一部あの北側の方角の屋根雪なんかはね、まだ一部残っているお家なんかもねあったりはするんですけれども、こうやってね屋根雪が落ちたのも一部あったりはしますが、まあ、基本もうほとんど溶けてるというような感じで、こんな風にね、天候もとてもいいので、バイクでお出かけということで、走っております。まあ、風はやはりね、冷たいので、まあ、気温表示上はこれ8度になってますけれども、おそらく6度ぐらいなんじゃないかなというふうに、あの体感的にはね、風の当たり具合からいくと6度ぐらいじゃないかなというふうに思います。ですから、まあそれなりにこう厚着すれば、太陽も当たっておりますので、まあ、案外普通に乗れちゃったりしております。もちろん2時間3時間ぶっ通してこう走ってたりすると体冷え切っちゃうとは思うんですけれども、こうやってちょこちょことね近場をうろうろ走ってるぐらいだったら、まあ厚みしておけばとりあえず大丈夫かなみたいな、まあそんな感じで、今日はとてもいい日になりました。でこの和倉温泉の付近もですね、まあ、これはそれこそプラシーボ効果かどうかは分かんないんですけど、なんとなくこの地熱の関係でね、雪がやっぱりその七尾の町の中に比べてもちょっと少ないは少ないんですけど、まあ、それが地面が暖かいからかなというような感じも、まあ、受けないこともないんですよ。まあ、もちろんこの海沿いということもあるので、それで雪が少ないってのはもちろんあると思うんですけれども、まあ、それ以外でも、雪がなかなかこう他のところよりも積もらないっていうことになると、まあ、やっぱりこの温泉地だけあってね、地面あったかいのかなっていう感じがしないでもないです。で特にその元湯あたりぐらい行きますと、まあ、温泉がね湧き出ておりますので、まあ、湯気がねもこもことこう立ち上がって、見た目でもなんとなくこう暖かそうな感じも受けますし、まあ、視覚的なことを言ってもこう他のところよりもなんとなくこう少しは暖かいのかなというそんな感じがしたりします。まあ、この辺りは交差点なんかはねこうやって融雪剤巻いてあったりするんで、この融雪剤ってね、まあ、もちろんバイクの錆の心配もしなくちゃいけないんですけど、これも粒ですから、なんとなく上に乗ったら
滑っちゃうんじゃないかなって変な錯覚感覚に陥っちゃったりするんですよね。まあもちろんこう大型のバイクぐらい重量ありますとその粒がね、砕けて、石のような感じではないと思うので滑ることはないとは思うんですけども、まあ何しろそこの上に乗りたくないと、いうような感じでね、今その対四輪のまあ、ちょうど、わだちの間を走って、なるべくこう真ん中とか隅っことかはね、走らないように、少しこう気をつけながら、走っていたりします。はい、和倉温泉の方に入ってまいりました。この辺りもね、これから少しずつ、3時、4時ぐらいから、観光、宿泊の方、集まってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、まだまだこう年始とはいえですね、あんまりこう街の中がね、そういうお正月ムードっていうのはあんまりないんですけれども、まあ僕らの温泉街に本当はね、今の時期来るとね、まあカニが美味しかったり、まあ今はねちょうど寒ブリのシーズンになりますので、まあブリが美味しかったりということで、なかなかね知っていいのかな、食を楽しめるのがねこの和倉温泉なんですね。加賀屋さんです。立派だな。これは商工館、商工館のね、すぐ横はもう海なんですね。ですからちょうどその海沿いにね、あのお風呂があったりするんで、お風呂入りながらこの能登島を見ながら七尾湾を望むっていうのもね、とてもお風呂気持ちよさそうです。こうやってね透き通って非常に綺麗な海、今日も元の海はとても綺麗です。はい。そういうわけでちょっとね、この加賀屋さんの方までやってきました。これから元湯の方に行きたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。新の字チャンネル人でした。バイバイ。